そこは何度言っても時間なくなるばっかしですから、アートマ・ビチャラに入りますので、アートマ・ビチャラ1の方ですね。思いは誰に起こるのか。まあ、ラマのマハルシの教えで、次のようにマハルシが言ってるわけです。思いがあなたの体のどこから出てくるのか見つけなさい。とマハルシが言ってるわけなんですよ。僕が言ってるんじゃないんですよ。皆さんがあれこれ考えるでしょ？と考えるのはあなたの体のどこからか出てくるからそれを見つけなさいっていうわけですね。例えば皆さんマウスあるいはトラックパッド動かすときに人差し指、右手の人差し指使ったり、あるいは左手のどれかの指使ったりするでしょ？皆さんの趣旨がそのように動くのは皆さんが何かを思ってるからなんです。で、その思いはどっから出てくるか見つけなさいってマハルシ言ってるわけです。まあ、考えてみてください。どっから出てくるんだろうって。人差し指の動きは人差し指から出てくるんだろうか。皆さん自分の人差し指見てごらんなさい。右手の人差し指。それ動くんですよ。カクカクって動くでしょ。どうやって動いてると思います？図鑑とか調べたらわかるかもしれませんが、皆さんのその人差し指には神経が通ってるんです。血液もリンパ液も流れてきてます。で、その末梢神経と言いますが、それはずっとね、この手、腕、通じて皆さんの背骨の脊髄から来てるんです。脊髄と上に乗っかっている頭、脳。脳を脊髄って言うでしょ？それが中枢神経です。中枢神経から皆さんの人差し指の先端まで神経が通ってきてるんです。例えば人差し指の先端が皆さんのコンピューターの AC アダプターだと思ってください。と、それ皆さんコンセントにつないでるでしょ。と、うちの、まあ、ブレーカーがありますが、それ上がってますよ。で、電気取れるようにしてますね。電線あるでしょ、あそこに。で、電気流れてきてるわけです。ずーっと行けば、脳脊髄の脳にあたる関西電力に行くわけですよ、この辺ですと。で、それは自然界からのエネルギーを、御坊あたりにある火力発電所とか、その他の、まあ、原発とかを利用して、各家庭とか工場とか会社とかにね、電気を流してくれてるわけです。そしていくらってもらってるわけですね。で、僕らは払う代わりにそれ使えるようにしてもらってるわけです。で、お金払うのに当たるのが皆さんの場合に飲食物と呼吸です。で、飲食物は普通お金出して買うでしょ、都会の生活者ですと。例えば電気も買うし、食べ物も買うわけですね。呼吸だけは普通買わないけども、先進国では息苦しくなると酸素ボックスっていうのあって、公衆電話みたいなの。そこ開けて5ドルとか10ドル入れると、新鮮な空気吸えるようになってます。今に先進国はだんだんそうなっていくでしょう。空気も買わなきゃいけなくなってくる。汚れてきてるしね。水買わなきゃないでしょ。平瀬あたりにいると、まあ都会に比べるとタダみたいなもんですね。月額200円、300円とか、そのもんでしょ。都会にいたら、まあ、もっとかかりますでしょ。いくらかかるのか僕わかりませんがね。ですから、お金で買わなくてもいいもの、本来は飲食物ね、空気とか、そういうものを現代生活者はお金で買わなきゃいけなくなってきてるんですね。昔だったら電気なかったんだしね。油絞って、で、ランプ、あるいはろうそく作ってろうそく灯すとか、お金かかんないでできたことなんですよ、昔は。
テレビもラジオもなかったんですね。今でもそういう生活してる人たちが全世界でたくさんいるんですよ。皆さんが想像している以上に多いと思いますよ。僕ら文明生活しか知らないからこれが当たり前なんだろうと思ってるけどもね、そうでもないんですよ。他の国に行ったら、中南米とかアジアの奥深くに行ったらね、電気がない生活が当たり前ですから。そうすると電気がない生活をしている人たちは飲食物もお金じゃなく自分で採集したり栽培したりして賄ってるわけなんですね。空気は当然ただですよ。水と空気と食べ物、それらがただで、家作るのも竹切ってきて組み立ててただ。お金何もかからないですね。衣服作るのも女の人たちが作るわけね。素材その辺から集めてきてね。場合によっては東南アジアじゃなくアジア北の方に行くと羊飼ってたりね。ですから都会にいると何でもお金で交換しなきゃいけなくなってきてるわけなんです。だから思いがあなたの体のどこから出てくるのかを見つけなさいって言うならね、都会の生活者は食べ物があなたの属している社会のどこから出てくるのか考えてごらんなさいということです。同じ発想法としては。そうするとこれは黒豚じゃなく普通の安い豚じゃないかとかって、これは表示がね偽りであるとかってわかるわけです。全部調べていったら無農薬って書いてあるけども作っているところ新潟県とかね九州とか訪ねていったら農薬散布してるでしょ。おそらく小農薬っていうのは普通のよりも半分ぐらいしかしてませんということで農薬かかってるということです。小農薬っていうのは農薬がないっていうことじゃないんですよ。少なめだっていうことですね。ですから皆さん思いだけじゃなく衣服が食べ物が家がねあるいはコンピューターがこの世界のどこから出てくるのか見つけてごらんなさいって言ったら出所は全て一つなんですよ。思いだけじゃなく物でも体心の出所を探しなさいって言ってるのと一緒です。マハリシ、マハリシは幸いにも17歳の時にねそれ見つけたわけなんです。だからその出所を見つけない限り、全てのものが出てくる出所がわからない限り、それを無知だってマハリシたちは言うわけなんです。あ、ジニアーナね、知恵がないっていうわけなんです。それを知っているのだけがことだけがイニャーナ、知恵で、知っている人をイニャーニって言うんです。ですから僕らが尊敬しているような、もしかするとティク・ナタ・ハン先生とかね、イシュワラン先生よくわかりませんが、あと内山老子とかマハルシから見ると、あ、イニャーニね、知恵者じゃない人たちね、知恵者っていうのは僕が知っている限り最近ではマハルシね、あとそれに近いのはプンジャジー、あとパパラーマダーサ、これは近いじゃなく各地者だったと思います。僕はね、パパラーマダーサはね、プンジャジーもそうだと思います。ガンガジーはよく分かりませんが近いお方でしょう。だから人生の一大事っていうのはこれですよ。まあ食べ物もそうですけども、思いがあなたの体っていうような言わなくても、あなたの存在のどこから出てくるのか見つけなさいって、これが人生の一大事ですよ。ですから聖典はいらないんです。答えは僕たちの心身のどこかにあるわけですから。ラマナ・マハリシもラマナ・マハリシの心身において見つけたんですよ。外じゃないんですよ、心身において見つけるんですよ。だから within、何度も言いますが、英語の with、in、と共に。と共にっていうのは何かって言ったら with body and mind、体と心と共にっていう意味です。その in、into、中に入っていきなさいっていうことです。そういうこと言うと池田さんたち笑ったり馬鹿にしたような顔するんですがね、within っていうのはそういう意味なんですよ。マインドフルっていうのはマインドとフル、フルっていうのは FUL って書くけども独立させると FULL です。フルっていうのは一体に満ちた。だからマインドフル、丹念な入念な気づきを持ったっていうのはマインドに何がフルなんですか、
mind で切って full of なんとかなんですね。full of awareness ですよ。気づきとともにある心、それが mindful っていうことですよ。こういう説明すると英語の先生たち僕をバカにしたような顔で見るんですよ。そんなんじゃないわっていうような顔して僕のことを見る人たちいるんですけども、意味はそういうことなんですよ。僕は大学でね、教鞭取れないけれども、大学で英語を教えている人たちより意味は知ってます、内容は。サンスクリットでもそうですよ。学者ほど知らない。でも、チットがなんでチッタになるのかって、そこにアハンから私という意識が介入していろんな思い出す、それがチッタなんだとかって構造的には説明できるんです。学者たちはわからないね。構造的には。意味は知っててもね。でも意味知ってても、チットは意識でチッタは心って訳すんですよって言ったって、その先生その違いわからないわけですから。語学の知識があるっていうのと、その意味を大学でね、教えるっていうのは、いかほどの意味があるかっていうことですよ。大して何にも意味ないんですね。だから、安草に何度も前に言いましたでしょ。茶道をやりたいなら、お茶の木から育てなかったら、命っていうことわかんないよって言ったでしょ。すべて命っていうことわかんなかったら、何にもわからない。だって皆さん使ってるコンピューターだって動いている電気エネルギーっていうのはすごいエネルギーですよ。自然界の中にあって。非常な働きをしてるんですよ。人体電気がなかったなら僕ら生きていけないんですよ。冬なんか静電気すごいでしょ。手にいろんなものを貼り付いたりなんだりするでしょ。だから岩井さんのその iBook でも手近づけていっただけでカーソル動いたりするでしょ。岩井さんの、今冬ですからね、人体電気も旺盛に活動する時期なんですよ、冬は。なんか金属に触るとピリッとしたりするでしょ。あと、車運転する人はドア開けようとするとピリッて感電するみたいになるでしょ。冬はね、人体電気における静電気が、高まる時なんです。そういうのが、そのコンピューターのマウスパッドのあたりスレスレでこうやっただけでもなんか起きてしまうんです。だから、岩井さん、不用意にベターっと張り付かないでね、外からそーっとさあ行きますよって、こういう意識でなんだかね、本当のこと言うと。そしたらおかしなこと起きないんだから。岩井さんのを見ていると、人差し指がね、トラックパッドの方に触ってて、それから親指の付け根あたりが、クリックするあたりにベターっと触ってるんだよ。それで左手触ってない、触ってないって言わせるけど、僕が横から見たら触ってるのね。それで勝手にファイル開いてしまったりね。だって人差し指でクイックタイムムービーのファイルあたりにカーソルに行っててね、右手の親指のこの辺でね、このクリックするところを押さえてたら、クリックしたのと一緒ですよ。あ、と思ってもう一遍やったらダブルクリックと一緒ですから、開いちゃうんですね。だから僕はマウス使ってますが、ノートやるときにはね、岩井さんみたいにね、右手の人差し指と親指がね、どっちもこう、トラックパッドやクリックするところに触れるようにしないで、右の方からこう持ってきて、人差し指だけで操作してるんです。で、クリックは普通僕、左手の親指とか人差し指でしますが、親指が多いんですが、左から持っていって、クリックするところに親指が当たる、その上の方に置いておくわけです。それで右手でカーソルなぞるでしょ。で、必要な時に左手の親指でクリックするから、普段は何も触ってないんですよ。岩井さんはもうベターっと触りまね、張り付きまね。それでいろんなおかしな現象が起きるんですね。離れてても影響あるけれども、触ってたら本当に物質的にはものすごく影響あるでしょ。でも離れてても影響ある。だから、星からいろんな放射物質ね、降ってくるもの。シュタイナーは感じ取ってるわけだけども、普通のお百姓さんそんなの感じないでしょ、何も。皆さんも感じないと思うんですけどもね。そういうものに意識を向けていったなら、いつか知覚できるようになるわけです。それが瞑想ですよ。マントラ唱えたりね、眉間に集中したりじゃなく、気づくことですよ、瞑想っていうのは。いろんなことに。あらゆる現象に気づいていくことですよ。で、それらのあらゆる現象は、どこから出てくるのか、出生を見つけなさいっていうのが、マハルシの教えです。
それがアートマビチャーラね。思いの出処の探求ね。そうしたなら、実習のヒントをご覧ください。段階的に。1、五感を通じての知覚そのものに気づく。五感っていうのは皆さんの目、耳、鼻、舌、皮膚ね。5つね。眼耳舌身。それも現代生活すればするほど不感症になるんですよ。見てても見てない、聞いてても聞いてないって、そうなってしまうんです。だいたい都会にいる人、夜空なんてほとんど見たことないと思うわ、何十年も。空に星出てるっていう風景なんか、おそらく幼児の頃しか、小さい頃しか見てないんじゃないかと思うんですよ。都会は夜も明るいですしね、ネオンでね、なかなか星なんか見えないし、また見ようともしないでしょうしね。下手するとお日様も見てないんだね、オフィスレディーたちね。朝行って夕方、あるいは夜まで、その太陽、お日様見ないし、浴びないし、そういう生活しちゃってるんですね。ですから五感を敏感にさせようと思ったら、もうこれは人がいないところに行くより他ないんですね。鈍感になってきてますんで、もうすでにね。皮膚でもおそらくね、鈍感になってるんだと思うんですよ。現代人はね。未開人たちみたいに敏感ではないだと思うんです。嗅覚、味覚は、これはもう現代人もう麻痺してますね。食べ物悪いから。名前の表示だけで黒豚だと思って、これ高いのよって食べてるわけですから、実際には黒豚じゃなくてもね、国産のやっぱり松阪牛はいいわって言っても、どこの牛の 肉かわかんない場合、たくさんあったわけですからね。北海道に馬刺し食べに行く人いるんですよね、馬の刺身ね。あれ、クジラの肉が多かったって言うんですよね。北海道に行ったら馬刺し美味しくてって、そうすると業者はクジラの肉を出してたって言うんですね。だから舌麻痺している人たちだから、1万円とかね、言えばね、これは馬の肉だって思うんですよ。実際にはクジラの肉でもね。皆さんもそうやっていろんなものに馬鹿にされて生きてきたと思うんですよ。まあ、洋画なんかその最たる例ですよ。皆さん日本人の先生やインド人の先生に習ってきたけども、マハルシの教えに比べたら何習ってきたのかって言ったら、ねえ、安井さんたちさりきたりなんだりって習ったと思いますがね。岩井さんでも、ヤダブさんからね、いろんなの習ったりしたと思うけども、思いがあなたの体のどこから出てくるのかって教えられなかったでしょ、おそらく。体操とか呼吸法とか、ね、その真似事は教えてもらってもね。だからそれだけがヨーガなんですよ。あるいはジニヤーナなんですよ。他のことは、それは VI、ビヨーガ、ヨーガから離れたことですよ。本当のこと言うと。五感を通じてっていう時には、シュタイナーがヒントだけ言ってじれったくなると思いますがね、シュタイナーの本読んでると、シュタイナーはどうやって獲得したんだろうって。でもそれは本読んでいて皆さんが瞑想したりしていけばそうなるはずなんだけども、隠してるわけじゃないんです、シュタイナーさんはね。何も隠しているわけじゃないんです。皆さんが実習してこないだけなんですよ。気づきの修行やってきたなら今頃はいろんなことに気づいてるはずですよ。僕と同じかそれ以上に。やってれば。やってきてないから気づかないだけですよ。なんでなんだろう、なんでなんだろうって、安井さんたち10年間考えてるだけで何もやってきてないもの。どうやるんだろう、どうやるんだろうって20年考えたってね、感覚っていうのは鋭くならないですよ。感覚を鋭くしようしようって10年間思ったら鋭くなりますよ。2番、感知、感覚に伴う。五感があるでしょう。それでいろんなものを皆さん知覚しますね。感覚しますね。感じて覚える。感覚っていうのはね、感じて覚える。で、その時に快、不快、中性に気づく。普通は中性に気づくことはないんです。普通の人は
快か不快、どちらかに分けてしまいます。中性の状態というのはなかなか気がつかないんですね、残念ながらね。一番大切なのはその不苦不楽に気づくということなんです。中性に気づく。岩井さんが例えば、できませんとか頭パニック状態になってきて、もうだんだんストレス溜まってきてるから、さっき30分ぐらいしてあげましたけれどもね、あれ放っといて僕がここにいてね、言葉だけで言って、なかなかできないとは、もうあのまま行くとヒステリーを起こしてね、まあ、今回の講習会は途中でダウンだったと思うんですよ、岩井さんね。頭の限界に来てたわけ。ショート直前だったね。もうちょっとストレス30分もかけてやればね、うん、多分切れてて、旦那さんと二人で足引きずんないといけないかもしれない状況になったかもしれないけどね。ああいう状態ずっとね、続けさせるとね、脳の回線が切れちゃうんですよ。まあ、脳出血とかなり得ますね。ずっと続けてストレスかければね。まあ、どっかでは、それ、解消してあげなきゃないわけですね。普通は皆さんに考えてもらうんですね。でもこれ以上は考えらなくて頭がおかしくなるだろうっていう時には手伝うわけですね。そうやって進みと安らぎ、トレーニングしていかなきゃいけないんですね。何でもやってあげると岩井さんたち何も覚えないから。もう自分で10日前に僕に爆弾に関してレポートしたことを岩井さんどう言ったか覚えてますかって言っても内容きちんと説明できないでしょ。一週間前、あるいは昨日のことでも、あるいはさっき言ったことでも皆さんすぐ忘れちゃうのでね。快不快、これは皆さん得意だと思いますんで。そうじゃなく中性に気づく。どういうことなんだろう。で、僕のが今お話ししている間に皆さん息を吸って息を吐いてたわけです。それは中性ですよ。息をしてて、あーって快楽味わったわけじゃないしね。息吐いて苦しいって皆さん思ったわけじゃないしね。中性の状態があったんですよ。でもそういうことは気がつかないわけね。普通の人は。言われてみないと気がつかないわけ。だから、快不快をね、大いに感じる人たち、観察することが一番いいんですよ。なんであの人そんなに喜ぶんだろう、なんでそんなに悲しむんだろうって。周りから来たら、見たらね、馬鹿げてるようなことで快不快、ものすごく感じるのが現代文明人ですよ。田舎に行けば行くほど中性が多くなるんですよ。どっちでもないというふうに感じて生きている時間長くなるんです。で、その中に喜びとか悲しみ、時々あるわけね。ちょっとしたスパイスみたいに。現代人はスパイスだらけだね。快楽スパイス、不快スパイスだけで生きているようなもんですね。だから、お菓子はものすごく甘くなったり、ものすごく辛くなったりって両極端を言ってるでしょ。普通の味のなんか売れませんよ。おそらく。モナカ、仙台の方のモナカ、白甘酢がモナカって有名なお菓子がありますけども、僕たち小さい頃はそんなに甘くなかった。たまに仙台に帰って、最近帰ってないけども、モナカなんかごちそうになると、僕だったらちょっと食べられないほど甘いんですね。それぐらい極端にしていかないと、現代人の味覚を甘いって感じさせられないので、メーカーはしょうがないから、砂糖どんどん多くしていくわけで、20、30年前、あるいは30、40年前と味が全然違ってきてるわけね。でも看板は一緒、白松がモナカとかね、中身は違うわけ。もうね、そのようになってくるわけなんです。でもっともっといくと完全な不干渉になるわけなんですね。味覚もね、何食べても味がわからないって、そうなってしまうわけです、極端にいくとね。でなるべく皆さんが自然に栽培したものを自然な料理で食べてたら、味覚はまあノーマルなんですけどもね。そういうので外にいて食べてごらんなさい。外のうどんとかそばとかのスープとかとても飲めません。3、判断している自分の思いに気づく。快とか不快とかね、別に何ともないと感じている自分の心の状態に気づくと思ってください。まあ、できませんとかって言ってる時には岩井さん、そう判断しているね、3番。そう、できませんと判断している自分の思いには気づくゆとりがもうないわけなんですね。もう怖くなったり、触ってないのにね、カーソル動いたりって、さっき岩井さんには悪い例がついてるねとかって言ってあげればよかったね、種明かしする前にね。
と岩井さん、今晩ね、3呼吸の観察しなさい。で、自然に寝るとね、安らかに眠れるけど、3呼吸の観察の後眠れなかったら、多分さっきの悪い例出てくるよなって言うと、もう岩井さん、電気つけないと眠れませんなってね、私暗いところで眠れませんなって、パニック状態になるからな。だから人に影響されないようなね、自分の心の状態を作らないといけないんです。だいたい人の心、人のいろいろな人の発言に左右されるから新興宗教って流行るわけでしてね、除霊、悪い霊を除いてあげましょう。はい、5万円です、100万です、1000万ですとかってね、そういうことになるんですよ。だから自分の心さえしっかりしていたなら何者にもね、煩わされることはないんですよ。でも煩わされる人たちが多いので、お医者さんも繁盛する、新興宗教も繁盛する、カウンセラーも繁盛するっていうことなんです。4番、自分の思いを支えている記憶、かつての体験の記録、条件付けのあり方に気づく。皆さんがあれこれ考えるからには、記憶を呼び起こしているからです。で、その記憶というのはかつて体験したいろいろなことの記録ですから、記録の修正ですね。それがどうなってるのかなって、心模様っていう言葉があるでしょ。自分の心模様をね、調べなきゃないんですね。そこに置いておいた脳の本見てごらんなさい。いろんな心模様の人が出てくるから、車運転するたんびに人殺したんじゃないかって何度も同じ道に戻る人たちとかね、いろんな心にいろいろな模様がついてるわけなんですね。あまり美しくない模様がね。まあ、岩井さん、その脳の本取って、表紙が意味深長ですよ。この脳をパカッと割って、蓋開けたとするとね、入ってるのはガラクタなんですよ、ほとんど。だって知恵が入ってないんだから。知恵じゃないものはガラクタに過ぎないですよ。ガラクタが入ってるわけですよ、頭の中に。皆さん、いろいろ勉強してきたでしょうが、ヨーガだけじゃなくね、いろんなこと。どうでもいいガラクタをたくさん進めてきただけですよ。それ整理しないと、例えば皆さんのコンピューターもガラクタたくさん入ってましたですよ。僕、捨てるようにって言って、捨ててあげたり、捨てさせたりしましたけれども。コンピューターも一緒ですよ。ハードディスクというね、これが、これは本。でも、ハードディスクにね、いろんな、アプリケーション、使わないアプリケーション、ユーティリティとかね、あともう使わなくなった、あるいはダブってるもの、つれづれのフォルダーなんてダブってたでしょ、今回皆さん持ってきたの。先月お渡ししたのはもう今月の今日で入れ替えた時点で、そっちに全部もっと新しいの入ってたわけですから。ですから、先月入れたつれづれなんていうのはゴミ箱に捨てないといけないわけなんですね。それと一緒で皆さん自分で作ったのもダブってるのたくさんあるように思うんですよ。よくそれだけ残しておくもんなんて不思議なんですけどね、僕皆さんのコンピューター覗くとね。だからこれはいるかいらないかって一つ一つ見ないとわかんないでしょ。皆さんあんまり見てないんじゃないかと思うんですね。その一番ですよ、五感を通じて近くそのものに気づくってあるけれども、五感を使ってね、目、コンピューターの場合には目ですね、主に。目を使っていろんなフォルダやファイルを覗いたときに、これは、快不快のところは、いるのかいらないのか。そこね、快不快って書いてあるけど、その他にね、皆さんのものを整理しようと思ったならね、あるいはコンピューターを整理しようと思ったなら、要不要ですよ。必要か不要か、要不要を判断して、適切に処理するということです。適切に処理するっていうのは、いるものは、きちんとしたフォルダー元に収め直すっていうことですね。いらないものはゴミ箱へ捨てるっていうことですね。いるものでも、岩井さんのみたいに Adobe Go Live の中に JPEG バッチャー入ってたらわかんないでしょ。ですから、アプリケーションの中にアプリケーション入れちゃいけないわけです。一つ一つのアプリケーションは独立した人格持ってるようなもんですから、それはバラバラにしておくんだけども、例えばインターネット用なのか、あるいはテキスト書くだけの用なのか、グラフィックを扱うものなのかって、引き出しの一つ一つにね、役割与えるように、必要なものもきちんと整理し直すっていうことですね。整理整頓するっていうことですね。
異常のようにして1、2、3、4っていうのはラマナ・マハルシが言っていることはね、これは全て心の問題なんですけれども、まあ、皆さんの場合にはコンピューターからその他のものからね、蔵書からきちんと整理しないといけないと思いますので、応用していってください、こういうのもね。以下の教えはラマナ・マハルシ聖書の Who am I? 私は誰かからのものです。ゆっくり何度も何度も読み、アーナ・パーナ・サティの行法とマハルシ聖書の教えとが融合してしまうほどに煮詰めていってみてください。これは必ず融合するんですよ。だからアーナ・パーナ・サティからアトマ・ビチャラエって延々寺で修行会やった通りです。10年前にね、バラバラだとしたらそれはやってないからです。